7月某日、都内某所にてある会議が行われようとしていた。緊張してますか？いやでも、何でしょう、楽しみな部分の方が多いですかね。はい、まあ自分のフィールドではあるんで、まあいいもの作れたらいいかなって感じですかね。アダルトビデオ、それは男性のみならず女性であっても一度は目にしたことはあると思われる全人類の宝。今回は今日本が誇る若手クリエイター3名による究極のアダルトビデオ作りにカメラが密着し、歴史的瞬間をお届けしよう。おはようございます。まあそんな感じなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらどうします？いきなりですよ。今回はでもあんまり際どいのは考えてないかな。売れる作品ってことか。いや、うち、まあ売り上げとしてじゃなくて、まあ一般的な話、一般論。そもそも定義づけが必要ですよね。定義づけ？いや、このどこが際どいかっていうのもそうですけど、そもそも何をもって興奮してると言えれるのかっていうのも。いや、でもそれは絶対必要かもわからんね。ここで会議は定義づけという作業から始まった。ボードには次々にワードが書かれていく。そしてここで女性ならではの発言も飛び出した。でもそれは正月みたいなことですかね。それは季節として。いや、言葉としてでしょ。その方が愛も感じられるし、何より私も見たいって思える。正月って外国の人も知ってるでしょ。そのぐらい暖かいよね。でもそんなに変にグローバル化する必要あるか今。いやでもそういう意味ではなくて。いやでも結果そうなってるよ。でも意味は変えてしまうのは私絶対納得できない。そんなんじゃ私やれないわ。ヒートアップしてしまう現場。しかし正解などは存在しない。容易には全てのアイデアをまとめられないのがこの会議の最大の難点なのだ。そして開始から早2時間半が経とうとしている頃、あの男が口を開いた。思ったんだけど、このやりとりは不毛すぎないか。どういう意味？だって誰が何を求めるか、全てのニーズに応えることなんてできないだろ。タバコ。お弁当を食べましょう。そうですね。開始から3時間、状況は振り出しに戻った。まあでも想定はしてたかなって。ぶつかるでしょそりゃ、ものづくりだし、うん、はい。あ、レベル高いですよね。ついていけてるのかどうかちょっと不安なんですけど。大丈夫大丈夫、ついてきてるよ。あの、そのこんな感じなんですけど、はい、まあとりあえず軸を一つ決めて、でまあ遊ぶとこ遊んでみたいな感じで。楽しいですよ。やっぱり楽しいと思いますよ。どっから攻めます？思ったんだけど、ターゲットかなって。ターゲット絞ってみたら何か見えてこない？確かに。そうかもしれない。女性は多分世代とか関係ないと思いますよ。というと？生まれた人が、生まれた人からこれから死ぬ人まで。ああ、なるほど。
問題を男性か。ぶっちゃけ中高生ってやっぱ強いと思うね。まあ年齢は満たしてないけど。いやまあまあそれぐらいから見始めるってのはありますからね。その辺に絞ってみてもいいんじゃないか。それは女性から見てもそうですか。はい、いいと思います。ターゲットは無事決定した。ここであの男が仕掛ける。ざっと上げてみていいか。でもこれは個人的感情入ってるよ。いや聞いてくれよ。今熱いのはこれなんだよ。それは世論ですか。いやデータあるから。これ何のデータだよ。じゃあつまりこれは町に出向いて。ああ1000人分用意した。これは納得できるわ。土屋が取り出したもの、それは自らの足で調査したという街頭アンケートであった。これで会議の円滑さを演出するのもさることながら、土屋の今回の会議に臨む情熱すら感じられた。そして会議は終幕へと向かっていく。つながってくるから、こうなってこうだ。はい、だからこれですよな。いいと思うよ。会議はその後驚くほど順調に進んだ。方向性が見えてきたこともそうであるが、何より3人の意思が完全に疎通し、団結力が高まったことでそうなったのであろう。ここに仕事人の底力を感じる。そして。で、これでいいですか。いいと思います。完成だ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いいのができたかなって感じですよね。お疲れ様です。これってできたら送ってもらったり。ありがとうございます。あ、はい。早く見たいですね。まあ、僕たちがやってることっていつまでも通過点でしかなくて終わりがないんですよね。でも終わりがないから挑戦したい。そして砕ける。砕けちゃダメか。3人のクリエイターによる戦いは終わった。常に自分たちを目指した舞台の一段上に上がる。それが彼らの流儀ポリシーであるという。そしてその流儀をいつもこなしているということ、その事実こそが彼らが一流であることを物語る。彼らは明日も戦うのだろう。